リュトガーザ・フランスキー・リューディガーザ・フランスキーは、ドイツ、バーデンビュルテンベルク州のロットバイルの生まれのドイツの哲学的な著述家である。ザ・フランスキーは1965年から哲学、歴史、文化史をフランクフルト・アム・マインにおいて、テオドール・アドルノの下で学び、後に、ベルリンに移った。ベルリン工科大学で1972年から77年まで、女子として、 ドイツ文学の領域で働き、1976年にドイツ連邦共和国における労働者文学の発展についての研究で学位を取得。その後は月刊誌、ベルリーナーヘフとの共同編集者の一人として後に主管として働く。1977年から1982年には成人教育の講師も務め、1987年からはベルリンで フリーライターとして活動している。ショーペンハウアー、ニーチェ、マルティン・ハイデッカーに関する著作が大半である。ザ・フランスキーは1994年からペンセンターのメンバーで2001年からはダルムシュタットのドイツ言語と文学のアカデミーの一員でもある。2002年からはベーター・スローター・ダイクと組んで ZDF の番組として2ヶ月に1回放送の トークショー番組ドイツ哲学カルテットに出演している。ありがとうございます。